こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。バンヤチルームスから来ました。こんばんは。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。ヨシミンこんばんは。こんばんは。よちよち、マシュマロありがとうございます。たくさんこんばんは。そう、朝の配信で50万ポイント達成しました。イエーイ。パチ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 、ありがとうございます。50万ポイント達成しました。ありがとうございます。はい、テーマパークのチケットありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。マシュマロありがとうございます。3人しかいないんだ。嬉しい、ありがとうございます。ゲームのハートありがとうございます。ハートありがとうございます。ね、USJあるといいなありがとうございました。ありがとうございます。50万ポイント達成。そしてクマちゃん、白クマちゃんランキングもただいま1位、ありがとうございます。マシュマロありがとうございます。たくさんありがとうございます。ダルマもありがとうございます。ハートのキャンディーありがとうございます。マシュマロありがとうございます。ゲームのハートありがとうございます。バラありがとうございます。ギアみたいなやつ、何のギフトなんやろ。ありがとうございます。そう、メタルスライムいつもおるよ、ここ。ゲームのハートありがとうございます。そう、50万ポイント達成ありがとうございます。そう、確定申告終わりました、今日で。イエーイ確定申告終わりました無事。ネットで、私は e-tax を使ってね、ネットでやったので、ほぼ行かずに1回だけ行ったけど、あの最初なのでね、初めては最初は行かないといけないので1回だけ行ったんですけど、税務署、それ以外は行かずに家だけで終わりましたアイドルも個人事業主なので終わりました。マシュマロありがとうございます。えらい、ありがとうございます(笑)マシュマロありがとうございます。ハートのキャンディーありがとうございます。使いました、勤労学生控除、もちろん使いました。学生なのでね、マシュマロありがとうございます。毎日頑張って出ないありがとうございます全然皆さんも毎日頑張ってて偉いですね。そう、今日はね、ルームスでさっきまで、ついさっきまで配信してて、お菓子作り配信してました。マシュマロありがとうございます。ナイトヤッピー、マシュマロありがとうございます。何作るのか、そう、もう作ったのでショールームでお披露目になるんですけど、今度の3月4日の公演でみんなに配る用と、あとはあの皆さん、そして、家族用のやつと作って、まず家族用にはね、これを作りました。じゃーん。1個はね、すでにさっきの配信でママが食べたんで3つなんですけど、美味しかったです。はい、こんな感じ。パイのね、なんだろう、これ、いちごパイ作りましたパイって可能性すごい無限大だね、今思えば。アップルパイにもなれちゃうし、アップルパイも作りたいね、自分で。じゃーん、こんな感じになりました。皆さんもどうぞ一つ、どうですか、お味は。どうですか。じゃーん。
いや、わかんない、名前わかんないんだけど、いちごパイ名付け親今私みたいなこんな感じ。マシュマロもね、1個飾ってみました。こんな感じ、これマシュマロ、このハートのやつ。パイを焼いて中を潰して、そこに生クリームといちごをね飾っただけという、超簡単なんですけど、めっちゃハイクオリティに見えるやつです。パイは無限大。そうそう、なんでパイにしたかというと、3月14日はホワイトデーなんですけど、 3.14 といえば円周率のパイってことで、そう、ついでにパイのお菓子にしちゃいました。そう、冷凍パイシート、確かにいちごジャムでも良いね。いちごジャムと混ぜた生クリームとかでもいいかも。そう、粉砂糖がなかったからね、粉砂糖かけなかったんだけど、粉砂糖かけたらもっと美味しそうかも。じゃーん、美味しそう。他にもいろんなアレンジができそうだから、またアレンジしたらツイートします。そうそう、そう、昨日からダイエット始めたとこなんです。で、今日はあの野菜を、いつでも温野菜が食べれるように野菜を切りまくったあの冷凍ストックを作りました。めっちゃいいと思って、本当にリアルガチ、リアルガチってなんかあの出川さんみたいだけど温野菜にハマってるんですよ。おすすめだから、あのさつまいもとキャベツと玉ねぎとしめじ、えのき、人参、まあその辺のを切って、あのまとめていつでも食べたい時にレンチンして、あ、ブロッコリーも入れた、レンチンして詰めたりとか、あのお弁当に詰めれるし家でも食べれるし、いいなと思ってやりました。始めました、野菜生活始めました。セロリ食べれない、私セロリ食べれないの。出川さんブロッコリーいいよね。ゆちが自分で確定しようし、か、確定申告、え、どっちだろう。まあ親両親の方針もだけど、あやねもね、あの自立の一歩としてやってみました。確定申告自分で、自分ででも したいと思ってたから、するならさ自分でしたいなと思ってたから自分でしました。ハートありがとうございます。えしみちゃん無限大嬉しいマシュマロありがとうございます。野菜生活飲むのかと思うあ、飲んでるんだ。野菜生活って野菜生活のように見えて違うらしいよ砂糖だらけなんだって。でも美味しいよね。お肉食べるよ。お肉もね、そう、胸肉だっけ、胸肉の方がいいんだっけ。まあ一番はささみだけど、なかなかあれだから、胸肉がね安くて大量でヘルシーで美味しいんだって。油少なめで、ローストビーフもいいらしい、赤身だから。セロリ食べれないの。そう、スープにもできちゃう。そうそう、マシュマロありがとうございます。あ、まだ食べたくなってしまった。レインボーストありがとうございます。マシュマロありがとうございます。ハートのキャンディーありがとうございます。何事も経験、そうそう、それそれ、マシュマロありがとうございます。そう、献血も行かなきゃ、ほんと献血行かなきゃ。レインボースターありがとうございます。マシュマロありがとうございます。こんばんばん、こんばんば、日曜日お天気良くなりますように。ほんまに、ほんまに。え、大阪府で献血したらクリアファイルもらえるの、エネルギーの。そうなんや。そうなんや、めっちゃいいなそれ。え、あ、でも大阪府献血、次行こうと思ってる献血部は大阪にあるやつやから、行ったらもらえるってこと。
めっちゃいいやん、それクリアファイルにおるってこと。いいねそれ。あ、そうそう、ハムにするといいんだって。まあまあ、あれもね、16歳200やもんね。そう、16歳200の普通の献血しかできないんですよ。でもこの前行ったら貧血気味で無理だったんですよね。そのためにあの鉄分サプリ飲んだからちょっと量血できてる気がするんだけど。体が資本の仕事だから無理しないように、ね、マシュマロありがとうございます。ハートのキャンディーありがとうございます。ヨシミはじめまして、はじめまして、いらっしゃい、ありがとうございます、来てくださって。あさっての公演前に献血行きたいな、ぜひね。クリアファイルもらえるんだね、いいねそれ。クリアファイルにおんねや、癒しありがとうございます思いを届け、クマありがとうございます。思いを届けのクマありがとうございます、ありがとうございます。かわいいやつね、難波にもありますよね、心斎橋にも、大阪梅田にもありますよね。あ、名古屋でしちゃった、あら、じゃあまた3ヶ月ぐらいですね。ラブラットのアプリ入れてますよもちろん入れてますよ。でもね、200はアプリで予約使えないんですよ。入れてるけどね、入れてるよ、入れてログインもしてるんですけど、200ml は予約できないんだって。だからいつも行って待ってってやるんですけど、この前は血がちょっと足りなくて無理だった。じゃあ、ね、パパさんがね、結構何年もやってて、レインボースターありがとうございま す, ます、ね、そう、ほうれん草とレバー、そうマシュマロありがとうございます。ハートのキャンディーありがとうございます。あ、そうなんだ、花粉症も影響するんだね。ハートとダルマありがとうございます。あー、そう、輸血されたことある方は無理なんですよ、献血。そうなの。ダルマありがとうございます。そう、難波の駅前もよく献血カーが来てますよね、車が。つい最近も来てた気がする、おとついとかのその辺。マシュマロありがとうございます。自分のなんか成分とかが分かるからいいよ、ね、そう、それもいいんで、そうそうそう、それがよくてやってる方もいらっしゃる。コレステロールとか白血球、赤血球とか。パパはね、それをきっかけに始めたんですよ。マシュマロありがとうございます。配信始まってびっくりした、すいませんマシュマロありがとうございます。レインボースターありがとうございます。マシュマロありがとうございます。たくさん1位ありがとうございます。成分献血やりすぎて、あーあー、2回連続あら、ハートとマシュマロありがとうございます。世界貢献、納税に献血そう、マシュマロたくさんありがとうございます、ありがとうございます。そうで、そうそうそう、でこっちは14日の公演でみんなに配るようはこれ、じゃーん、大量生産してこんな感じのちっちゃいね、中のチョコなん、チョコ中はチョコなんですけど、ちっちゃいチョコパイみたいなのとか、ウインナーのやつもある。これはウインナー、ほらウインナーのパイとか、ちっちゃいのをいっぱい作ってみんなに配ることにしました。こんな感じ、じゃーん、マシュマロありがとうございます。こんな感じ、これをラッピングしてみんなに配りたいと思います。パチ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 、ハートありがとうございます。たこ焼きじゃないよ、ぽいけどね100キラキラありがとうございます。謙遜ない、ほんと遜色って読むの？違いがないよ、ね、うん、嬉しいね。まあ
ちょっとあの卵黄っていうか卵の塗り具合のあのまばら、あとサイズ感のさ、めっちゃでっかいのね、こんなに大きくなっちゃいました。めっちゃでかい。これはよしみケーキです。マシュマロありがとうございます。ハートありがとうございます。確かに名前入れたらスペシャル感出るけど、なかなか難しいな。でもいいねそれも。ほぼパクリになっちゃう。レインボースターありがとうございます。マシュマロありがとうございます。あ、ファイル400じゃないと、あ、そうなのか。無理しないでくださいよ。あ、ね、皆さん健康第一、本当本当健康第一。危ないので、なかなか200でも危ないので、ね、血抜くって。成分献血は血を1回抜いてから、そのある成分、赤血球だけとか白血球だけとか、何の成分だったかはちょっと忘れたけど、何かだけ取り除いてもう1回血を戻すんですよ。だからあの200とか400がっつり抜くよりも、あの倒れたりする危険は低いんだけど時間はかかるんですよ。1回出して成分だけ抜いてもう一回血を戻すのでね。でも最初はそれから始める方が多いかも。でも年齢的にできないので私は200ですね。マシュマロありがとうございます。ハートのキャンディーありがとうございます。マシュマロありがとうございます。劇場で配りません。もらいに行きます。ね、みんなの喜ぶ顔が見える。そう、意味は分かるけど読めない感じいっぱいある。そうそう、それ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 。ね、パイの実みたいですよね。ちっちゃいのとかかわいい、パクッと食べれて。マシュマロありがとうございます。確かに T シャツ大きいね。T シャツ大きいね。レインボースターありがとうございます。マシュマロたくさんありがとうございます。社会貢献アイドル。公演終わりに行ったら確かによく出そう。時間終わっちゃってるけどね。でも逆に出すぎて危ないかも。アドレナリン出まくって。あ、針は痛くないかも。でもレインボースターありがとうございます。マシュマロありがとうございます。チカッパで配ってくれると信じて。チカッパはいろんなフードあるらしいですよね。今年は大幅なんかリニューアブルだっけ、パワーアップだっけ、なんか書いてあった。マシュマロありがとうございます。あ、決勝版または、決勝ですね。決勝だってらしい。レインボースターありがとうございます。ありがとうございます、教えてくれて。そう、成分献血はそれらしい。なんかちょっと痛い気がするよ、ね、成分献血。確かに。マシュマロありがとうございます。レインボースターありがとうございます。ありがとうございます。マシュマロよしみの出店出したい。出したい。確かにどさくさに紛れて。マシュマロありがとうございます。あ、歯車ギフトはスチームパンクがテーマのギフトなんだ。なんだろう歯車と思ってたけど、スチームパンク、なんだそれは。なんかこうゆるい気を。あ、傾く。そうなんや。ありがとうございます。教えてくれて。スティームパンクの歯車なのね。ハートありがとうございます。でも刺されるとき痛いけど、200ml だったらね、10分ぐらいで終わるんですよ。本当に。そうそうそう。あの、成分献血じゃなくて、がっつり抜く方だと、抜いて終わりだから、200ml で10分ぐらいで終わるので、そんなに
そんなに痛くなかったかも。そんなに、うん、でもあれね、注射苦手じゃない方だから痛くなかっただけかもしれないけど。マシュマロありがとうございます。ダルマありがとうございます。ワイネンズさんにほんまやお願いせな。ハートのキャンディーありがとうございます。マシュマロありがとうございます。常連さんみたいな感じの人多いよね。そう、あれも最初ドギマギしちゃう。しかもあれみたいなさ年齢の人ほぼいないから。そうなんだ。受付の人もドギマギみたいな。そうなんだ。めっちゃちっちゃい子来たみたいな。体重大丈夫なとか知ってるなみたいなね。何で来はったみたいな。ほんまや、お店出すには資格取らなあかんわ。ほんまや。マシュマロありがとうございます。円周率となれてる。そうなん。気紛れる。そう、すごすご。マシュマロありがとうございます。ハートありがとうございます。さて一応、さて一応なんとか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 。そう、衛生管理がいるお店売るんなら、ほんまや、レシミンなら何でもできるよ。優しい。ハートありがとうございますね。そうそう、体調第一なので皆さん無理はせず。そう、献血してから体調が悪くなったりとか、献血する前の問診とかで、うん、あれなパターンも。怖がりやから、素数素数気を紛らわす。確かに紛れるよね、そっちに頭使うから。だるまありがとうございます。献血して納税して社会貢献アイドル目指します。だるまありがとうございます。確かに、まなみも一緒に農業やったら野菜嫌い告白するかな。手首から、確かに。あ、そっか、マシュマロありがとうございます。レインボースターありがとうございます。マシュマロありがとうございます。もうずっと指の休憩もしてくださいね。ありがとうございます。あ、ガン見する派なんや。マシュマロありがとうございます。あ、天気の話めっちゃそれあれや、めっちゃあれや、めっちゃあの世間話腸内清掃社会貢献、社会貢献みんなのって腸内清掃素敵素敵。献血してから公園って大丈夫なんかな。あのアドレナリン出てブシャーとかなれへんかな。マシュマロありがとうございます。なんかずっとここグラグラしてる、すいません。あららら、帰る？いや大丈夫。いつでも献血はしますよ、だって。ほんまや、劇場の前でもできちゃう。あ、ね、献血の間 MV 見れたらいいのにね。テレビとか見れるけど MV 見れたら確かに。そうそう、学生さんが学校が、マシュマロありがとうございま す, ます、ね、そう、学生さんも多いけど、そうそう、私は会ったことないな。なんかあの学校に献血カーが来るんですよ。あー、そういうことか。うん、なんかめっちゃ傾いてる。傾いてる。昔献血手帳やったけど、もう今献血カードに変わりましたよね。そう、アプリか。アプリとね。そう、何もない日にね。そうそう、前後も何もない日、なかなか狙っていくの難しいけど、そう、安全な日に。
あ、メンバー紹介映像、あれね YouTube で見れるんですよ確か。え、メンバー紹介映像確か YouTube にアップされてましたよね。私のなんかナンバーイのオーディションの時のなんか映像使ってるやつ。昔 B2 さんが劇場周りの清掃、いいねそれやりたいな。キュウキでも伸びました、縮んでた棒が。マシュマロありがとうございます。マシュマロありがとうございますね、上がってますよね YouTube で確か。マシュマロありがとうございます。ダルマありがとうございます。あ、やば、誕生日します。わ、誕生日します。ありがとうございました、すいません、ホワイトデー配信ありがとうございました。マシュマロも指の休憩もしてくださいね、本当にありがとうございます。たくさん13位、ヨンさんありがとうございます。12位、ミョンさんありがとうございます。もう一回いきます、変わったから。あ、やばいやばい。13位、リットさんありがとうございます。12位、ミョンさんありがとうございます。11位、エルマパさんありがとうございます。10位、ヨンさんありがとうございます。9位、F さんありがとうございます。8位、ウーカメインの箱石さんありがとうございます。7位、翔ちゃんありがとうございます。6位、しんのすけさんありがとうございます。5位、あさがさんありがとうございます。4位、ロンドベルさんありがとうございます。そして3位はやすさんでした、ありがとうございます。そして2位はへいはちさんでした、ありがとうございます。そしてこの足の1位はともかずさんでした、ありがとうございます。パチ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 、すいません、いつも急ぎ足になっちゃってすいません、ありがとうございました。